こんにちは。大学からのありがたい誘導を無視してみたということでですね、今回こちらの問題扱っていきますけれども、もともとの問題はですね、何かというと2018年度の名古屋大学で行われた入試で、この入試の実際はですね、なんか定席文で、書かれた数列ですね、これをいろいろこう調べていくことによってこの極限がわかるみたいな、そういう形をしていたんですが、そのありがたいですね誘導を今回無視していきなりこれをねやってみようと思います。で、どんな、ものかっていうと、これ和の極限なんですけども、こういった数列の和の極限をね、1から無限までね、取ってくださいということです。で、まあいきなりねこれを考えるのはまあ無理だと思うので、部分和を取ってそれを無限に発散させるというふうにやってみようと思います。ということで、今から部分和をですね、まあこんなふうに書いてみるわけですけども、部分和について考えますよ。はい。で、まあ、今回はですね、どうやるかというと、ある、関数ですね、関数を作って、考えてみようと思います。で、どんな関数かというと、こういう関数ですね。はい。こんな関数をですね、考えてみようと思うわけです。さっきの違いですね、ここに x の形状が入ってるんですね。なので、まあ、x の n 次式っていう形に今なっています。で、この関数の、x に1を代入したものがこの sn になってくるわけですよね。ということで、この関数をもっと具体的にですね、書いてみようと思うわけです。そのためにまずね、この fx を微分しようと思います。はい。微分するとですね、こんな形で書くことができました。このまあ2分の1を前に出して、このマイナス x の形引く1乗って形を見ると、これ、等比数列の和の形になってますね。等比数列の和をですね、書いてみようと思います。そうすると2分の1は先に前に出して、で、1引く公比なので、1引く、まあ、マイナス x から1プラス x になって、で、1引くマイナス x の、これ、公数乗ですね。なので、これ n 乗になります。はい、こんな風にですね、書くことができました。ただし、この時に、あらかじめ断っておくのは、x っていうのはマイナス1ではないです。まあ、要するにマイナス x が1ではないですということですね。通常のですね、通常の、等比数列の和でも、まあ、こういう風にですね、これ a を初項としますけど、まあ、こんな風に書かれていますけど、これは公比が1ではないということを、まあ、あらかじめ断っているわけですね。今、公比がですね、マイナス x なので、マイナス x が1じゃないということで、これを先に、断っておくわけです。まあ、とにもかくにもですね、まあこういうふうに書くことができたわけです。で、今結局やりたいのはこの f1 ですね。この関数の x に1を代入したものが部分和になってくるので、f1 を知りたいわけです。f1 を知りたいんですけど、このままだとちょっと形が難しいので、こんなふうに、書き換えてみようと思うわけです。f0 っていうのは、まあ、ここに0を代入するわけですから、f0 というのは0ですよね。だから f1 引く f0 って言ってもこれ f1 になるわけです。ということでこんな風に書くことができました。で、これをさらに書き換えるとこうなるわけです。0から1の f' の積分ですね。これは微分積分のですね、基本定理に基づいてやってるわけです。f' のですね、原子関数がまさに f になったわけで、これの差でもってこの f' の積分を書けるわけです。ということで、今 f1 を求めようと思ったら、この f' のですね、積分を行えばいいっていうことになるわけですね。これをですね、このまま書いてみようと思います。2分の1はですね、外に出します。そうすると、はい、こんな風に書くことができました。分子がですね、1とマイナス、マイナス x の n 乗って分かれてるので、これを、分けてあげましょう。そうすると、まず片一方ね、1たす x 分の1の dx。それから残りがここマイナスですね。そうすると、1たす x 分のマイナス x の n 乗 dx。はい。こうなってくるわけですね。で、こっちの積分はすぐできますね。これ、ログになりますね。で、問題はこっちです。問題はこっちです。こっちが、まあ、どうなるかってことですけれども、ここですね、不等式。これを作ってありましょう。そうすると、こっちの方をね、消しちゃいます。すると、ちょうどまずこの関数についてですね、この関数に評価し
ついてですね、評価してあげようと思います。そうすると、元の関数がですね、元の関数が、こうなってるわけですけども、これ絶対値をですね、つけてあげようと思います。そうすると、絶対値で考えると、まあ、こうなるですね。今、x がですね、0から1の間を取ってるわけなので、マイナス x の n 乗の絶対値っていうのは、x の n 乗になってくると。まあ、こういうふうに書けるわけですね。で、これを挟み撃ちですね、評価して、まあ、上げるわけですね、結局のところはね。で、今、1プラス x っていうのは、これは1以上、2以下を考えてますよね。ということで、分母がですね、分母が1だった時の方が、まあ、大きいと。いうことが言えるし、分母が2の時の方がね、小さいということが言えると。はい。で、今書いたこの不等式はですね、左側と右側、これそれぞれですね、積分はできる形になっているので、積分しようと思いますけども、そうするとこれが、n プラス1分の1ですかね。はい。で、こっちが、こっちは 2がついたわけですね。2分の1かける、n プラス1分の1と。はい。こんな感じになっているわけです。ということで、何がしたかったかっていうと、今ですね、F1 っていうのが、まあ、こう、求まっているわけですけれども、これをですね、N を無限に飛ばすわけです。この状態からですね。その時の極限っていうのがまさにこれになったわけですね。F1 っていうのはもともと何だったかっていうと、ここを N に変えてあげたやつなんですよね。この N を無限大に飛ばして考えてるわけです。あげるわけなので、F1 の式の N ですね。N を無限に飛ば、無限大に飛ばすということを考えていたわけです。で、そうすると結局、ここの項で、どういった値に収束するかっていうと、今ですね、こういう不等式の関係でもって、右と左とですね、N 無限に飛ばしてあげる。そうすると、これ0になりますね。ということで、これ、ハサミチの定理で、この積分はですね、n を無限大に飛ばすと0になっていくわけですね。で、絶対値のですね、要するに今何やってたかっていうと、非積分関数の絶対値の積分だったわけですね。これが、n を無限大に飛ばすと0になるということが言えていたので、ここのですね、ここの積分っていうのは、無限大に飛ばすと0なわけですね。ってことは、結局 F1 の N を無限大に飛ばした時の値っていうのは、この積分をすればよかったということで、これは皆さんよく知っている形ですよね。ということで、ログの1プラス X っていう原子関数があって、これの0、1を代入すると。ということで、結局ですね、2分の1のまあログ2と。まあ、こういうふうにまとまったわけです。まあ、まとめるとですね、まあ、ここの n のところを無限にした値を今欲しかったわけですけれども、これをですね、関数、もう一回書くと、こういった関数をですね、今考えていて、こういった関数ですね、この x のところに1を代入した値っていうのが、今考えた部分和になってきますよと。じゃあ、このね、関数 F1 はどのようにして表せるかっていうと、F0 が0だったので、結局こういうふうに書ける。で、こういうふうに書けるってことは、微分した関数を積分してやればいいですよと。0から1で積分してやればいいですよ。っていうことでやっていたと。で、F1 が N を含んだ状態ですね。書けたわけです。で、この状態で N を無限大に飛ばすと、ここのですね、N がかかっている項のですね、積分っていうのは0に収束するってことが分かったので、結局、この部分だけですね。この部分だけ考えればよかったと。これが F1 を N 無限大に飛ばした時の値になってくるということでした。で、まあこれで、まあ一応答えは求まったんですけれども、元々の形を見ると、分かる人はすぐ分かるんですね。対数関数のですね、マクローリン展開だってすぐに、分かる人がいるかなというふうに思います。ちょっとそちらもですね、紹介もしておこうと思います。はい。で、今からですね、対数関数のマクローリン展開しますけども、こういった関数を考えるわけです。そうすると、fx をログの1プラス x。こういった対数関数を考えるわけですね。こいつの、マクローリン展開
つまりマクローリン展開ってことは x イコール0周りのですね、テイラー展開を行うということがあるんです。とにかくこいつをですね、微分してみるわけです。そうするとまず1回微分すると、x プラス1プラス x 分の1ですね。でこのまま書くとちょっと、後々面倒なので、あのマイナス1乗の表記で、ね、書いていきたいと思います。そうするとはい、このわけですね。じゃ2回微分はっていうと、2回微分はっていうとマイナスが外に入れてこうマイナス2乗、はい、でこれでですね、まあ、3回微分ぐらいまでしたら、まあ、大体差しがつくと思いますけども、じゃあこれをずっと微分していって N 回微分はどうなるかっていうと、まずこれマイナス1がねかかってる項が、これは偶数微分のところにね、来ています。ですからマイナス1っていうのは N-1 乗ですね。そうするとこれ偶数回の時にちゃんとマイナスが出てくるわけです。で、次ですけども、次に来るのは N-1 の回乗、まあ、実際に、考えてあげると、まあ、1回部分はですね、0の階乗で1で、2回部分は 2-1 の階乗で1で、3回部分は、3-1 の2の階乗で2で、次に来そうな4回部分はですね、この 2×3 が来そうですね。ちゃんとこれ3の階乗になってくるわけです。で、最後は 1+x のこれはマイナス n 乗ですね、はい、こんな風に書くことができるわけです。で、次にですね、この fx のマクローリン展開、これを、実際に書いていこうと思います。そうすると、ゼロ回りですね、展開するので、F0 と来て、次、X の1次の項ですね。X の1次の項は、1回微分の0ですね。この階乗でね、割ることを忘れないようにしたいということが大事ですね。はい、こんな風に続くわけですけども、まあ、これですね、シグマを使って書くと、こうなってくる。こんな風に書けるかなというふうに思います。で、実際にですね、この F のところに、実際今書いたやつをですね、書いていこうと思います。はい、で、F0 なんですけども、今回ですね、考えている FX の時の F0 っていうのは、まあ、ログ1ですよね。ログ1は0なので、ここ N イコール0から始めるのが、まあ、実際の、厳密な、定義ですけども、この関数に関してのであれば、N が1からでもいいわけですね。ということで、N から1ということで書いてみようと思います。まあ、実際ですね、この、同関数もですね、N が1以上で、まあ、成り立っているというわけです。ということで、これを書いてあげると、まずマイナス1が N-1 乗。そして n-1 の階乗ときて、で、ここにですね、0を代入するわけですよ。そうすると1のマイナス n 乗ってなって、これは1ですよね。なので、このままでいいと。はい、ここまでいきました。そうすると、この階乗のところでね、約分できます。そうすると、はい、だんだんですね、今欲しい形に近づいてきたと思いませんかと。ね、ここで違うのは、2倍分ですね、こっちとこっちで。違うだけなんですね。なのであえてこの2を前ね、前に出して書いてあげると、今知りたい形がそっくりそのまま出てくるということなんですよね。はい、ここまで来ました。で、これってもともと fx だったので、ログの1プラス x なんですよね。で、両辺にこう1代入させてあげると、うまいこと言ったわけです。ここにですね、1代入すると今知りたい形がですね、ここに出てくるわけですね。なので両辺これとこれに1代入した値を書いてみると、左辺はねログ2ですよね。ログ2っていうのが2かけることのこのシグマになっていると、はい、っていうことは、これっていうのは結局、まあ、両辺2で割って2分の1ログ2だったと、はい、まあ、こういった感じで出てるわけですね。今ですね、重要な問題が実はあって、この x に、適当に今1代入しちゃいましたけど、このね、マクローリン展開がですね、この関数の場合に収束半径がいくらになるか、ちゃんとこの x イコール1で、このマクローリン展開が収束するのかっていうことを実は調べ
で、勝手に代入してたわけですよ。まあ、結論から言うと、収束するんですね。ちょっとその収束する様子をですね、最後確認して、この話を終わりにしたいと思います。で、今ですね、このマクロリン展開の、各、べき乗の係数をね、今こんな風に書いておりますけども、これをですね、AN とします。で、今からこの収束判定とか収束半径を求めるために、ダランベールのですね、判定法を使います。はい。ダランベールのね、判定法を使うと、この極限が収束して、その時の値っていうのが収束半径になるわけです。ということで、まずこれをですね、計算してみましょう。そうすると、これっていうのは、まず N ですね。N 分の、で、N プラス1ですね。AN プラス1の、逆数がここに入ってくると。はい。ということで、今ね、絶対値がここにあるので、まあ、マイナス1はですね、あってもなくても関係ないですね。で、結局、N 分の N プラス1の極限を考えてみると、これ1になりますね、1に収束すると。ということで、このですね、マクロリン展開、まあ、FX はこの場合の時ですね、この時の収束半径っていうのは、X が1未満ですね。収束半径が1ということは、X の絶対値が1未満で収束するっていう。そういう関数だったわけです。で、今考えているのは x イコール1だったわけですよね。これにはギリギリ1は入ってないわけです。で、この要するに境界なわけです。1 x イコール1って言うんですね。x イコール1、境界の場合はこれ個別に考えてあげないといけないわけです。はい。じゃあですね、個別にこれをですね、具体的に書き下して考えて、あげたいと思うわけですけども、具体的にまず書き下します。そうすると、これは1引く、まあ、これなわけですよね。1引く2分の1足す3分の1引く4分の1足す5分の1引く6分の1なんていうふうにこう続いていくわけですよね。で、プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスっていう形できているので、これをですね、ここのセットで考えてあげようと思いますけども、そうすると、はい、そうするとですね、上の式はまあこんな風に書くこともできるわけですよね。奇数引く偶数分の1、ね。k が1だったらここを表して、k が2だったらここを表して、k が3だったらここを表して。まあ、みたいな感じで、こういう風に、書くことができるわけですよね。で、この中身をですね、もうちょっとこう、細工してみようと思います。そうすると、はい、そうするとですね、まあ、こんな風に、今、通分ができるわけです。で、このですね、この部分っていうのは、2k-1 の方が小さいですから、小さいものをかけ、分母にですね、かけてあげた方が、大きくなるわけですね、全体の量はですね。そうすると、今ちょっとね、表記がだいぶ雑になってますけども、この2乗分の1の方が、各、ね、項がですね、大きいわけですから、全体も大きくなるわけです。で、こいつをですね、積分で評価してあげたいと思うわけですけども、ここでですね、ここで、こういう曲線を、考えてあげると、はい。こういった関数ですね。こういった関数を今考えてあげると。そうすると、減少関数なしですね。まあ、2分の1のところで、ね、発散しますよ。まあ、こういう感じなんですね。大体で言うとですね。で、こいつをね、評価してあげるわけですけども、ちょうどね、1があって、ちょっと太めですけど、こいつはですね、こういう短冊ですね、こういう短冊、こういう短冊の集まりですよね、と。で、こいつを今から積分しますね、どういう積分だったら上から押さえつけられるかということですけども、この最初のですね、この長方形は同じですけども、その後このね、実際関数の上に沿っていって積分すると。そうすると、こっちの方が、この赤いですね、積分の方が大きいと評価できるので、それはどうやって書くかっていうと、まず、この1のところ足しちゃいます。そうすると、こいつに1を代入すればいいから、1足すことの、1から n までの積分ですね。1から n までの、この関数の積分ということになるわけで、で、これはですね、もう積分できる形なわけです。そうすると、
はい、こうなるんですね。で、ちょっと、場所がぐちゃぐちゃしても、これを実際に計算してあげると、足す、1マイナスですね。マイナス2分の1かける、2n、引く1分の1、で、足す2分の1です。a 2分の1と。で、結局これをですね、n 無限に飛ばしてあげると、真ん中の項だけ0に収束するので、2分の3ということで、有限な値になるんです。ってことは、この極限っていうのは有限な値で抑えられるってことが分かったので、x イコール1ですね。x イコール1の時、こいつは収束するってことが今言えたわけです。なので、収束する範囲っていうのは、収束範囲ってはもともと、ちょっともう跡形がないですけども、もともとこういうふうに出たわけですけども、この境界ですね、この関数によって、収束するかしないかは変わってくるわけです。で、今回は x イコール1については収束したので、で、まあ、もっと言うと、実はマイナス1の時は破産するんですね。だからこういう範囲でですね、収束するっていうことが今分かったわけです。なので、元をたどると、元々の、ログですね。元々どういう数だったかっていうと、ログの1たす x だったわけですけども、こいつっていうのは、この関数はですね、この範囲で収束するってことが分かったので、x イコール1を代入しても、マクローリ展開では良かったわけです。ということが言えたので、長々と喋ってしまいましたが、これで、なんとか誘導を無視できたというふうに思います。ありがとうございました。